疑元、開国寿司疑元から1857年3月26日は、中国信頼の思想家。字は、木信、墨生、漢氏、号は四図。元の名は唐たち。法教府、昭明献金、丹の人。1831年より洋州に居住した。林即女と親しく、新思想の提唱者として、中国を、世界に目を開かせる役割を担った。 知識人の代表である。官職は、高優秀の知州に至った。晩年は、公衆に陰性して、仏教研究に打ち込み、法名を召喚といった。公衆で死去。新思考巻486列伝三分円三に、捨てがある。これによれば、同校二年巨人、同校二十四年新史、死去は皆、豊か六年。著書には、開国寿司五十巻、正無期、 同行要素、進むなでき、原始新編などがあり、ガチョ長例と共に、校長系成分編120巻を編纂している。林即女は、金佐大臣の時に、イギリス人、ヒューマレーの、世界地理大全を、四、寿司として編役させた。アヘン戦争後、林即女は、イリに左遷されたが、その際、四、寿司を、義元に与えた。疑言は、四、 寿司をもとにさらに多くの世界地理の資料を集め、1年後に、開国寿司が完成した。初版は1843年に、洋州で出版された。1847年から1848年に、かけて造補され60巻本となり、最終的に1852年に100巻本となった。開国寿司の中で、議連は、エビスの長技をしとし、モテエビスを制すと述べて、 外国の先進技術を学ぶことで、その侵略から防御するという思想を明らかにしている。議元が伝えようとした西緑当然の危機感は、天霊問題やアヘン戦争で揺れる清よりも、むしろ、日本で真剣に受け止めた。新朝のアヘン戦争での敗戦に、危機感を募らせた、当時の日本では、外国寿司は、吉田松陰や佐久間昌山らによって読まれ、 速やかな体制転換の必要性が日本国内に広まっていくことになる。一方、新潮国内では香港島を与えておけば A エビスも満足するであろうとの満身が根強く、議現が訴えた改革の必要性が国内に強く認識されることはついになかった。著作からは学問は全て実用に役立つべきものとする知見が伺える。ありがとうございます。